ウォームアップ中ですが、得点ランキングトップの選手に注目が集まりますね。こんにちは、実況の西岡明彦です。解説の福西崇史です。よろしくお願いします。本日の試合はヘラクレスアルメロ対アヤックスのマッチアップです。このゲームのアウェーチームは現在リーグで最も失点の少ないチームです。いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。福西さん、こちらのチームの特徴はどのようなものか教えてください。スペインのチームが得意とするスタイルで、ティキタカと呼ばれる速いショートパスの連続で試合のペースを握るのが得意なチームです。ボールを持っていない選手の動きがポイントですよ。前半開始です。ドニー・ファンデベーク、タディッチ、ダビド・ネレス、勝ち越しゴール来るか。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。これは驚きました。守備の選手ですが冷静に決めましたね。攻撃が好きな選手が多いんですよね。いいゴールでした。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。センターサークルから試合が再開されます。アヤックスリードを守れますでしょうか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。うまいパス。このシュートは外れます。ニコラス・タグリアフィコ、ラセ・シェーレ、ドゥシャン・タディッチ、ハキム・ツェーク、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。マタイス・デリフト、サイドから攻撃でしょうか。さあ味方も連動して動いてくる。これは残念、ボールを手放してしまいました。ゴールチャンス。ここは枠を捉えきれません。
ドニー・ファンデベーク。これはいきます。これはファールでしょう。フリーキックです。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれ。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。力みすぎですかね。コースを狙えばよかったと思うんですけどね。ロゼア・マズラビ、ブリント、ドゥシャン・タディッチ、ダビド・ネレス、マイナスのボール入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。コーナーキックアヤックス。ボールはエリアへ。ニコラス・タグリアフィコ。ここはサイドへパスを出します。ハキム・チェーク、マタイス・デリフト、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。マタイス・デリフト、タディッチ、このボールは決定的。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。アヤックスのスローイン。ニコラス・タグリアフィコ。ラセ・シェーレ、ブリント、ドニー・ファンデベーク、マタイス・デリフト。これは見事なインターセプト。カウンターのチャンス、仕留められるか。アヤックスサイドのスペースが広く空いています。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。いいパスだ。決まるかと思いましたが見事なタックルでした。キーパーが前に出て処理します。カウンターのチャンス、ここは決めたい。カウンターの場面でしたが守備が戻りました。チャンスだ。シェーネー、キーパーと1対1の場面でしたがこれは大きなシュートミス。特に強く蹴る必要はない場面でしたね。派手に決めようと思ったんじゃないでしょうか。ドニー・ファンデベーク、ダレイ・ブリント。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。サイドから中央を見る。強く低いクロスが入った。これは狙います。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。いやキャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。こちらのカメラからの映像です。ドニー・ファンデベーク、ハキム・チェーク。アヤックスサイドのスペースが広く空いています。
いいボールが出ました。決まった、アヤックスのゴールです。ディフェンスの選手が見事なゴールを決めました。落ち着いていましたね。ポジションを間違えているのかもしれませんね。別の角度からご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。試合はどうやら一方的な展開になってきています。前半終了です。スコアは3対0、リードは大きく3点です。現在リーグ最少失点のアウェーチームですが、前半もリードしたまま後半も迎えます。しっかり守れる上に、今日は面白いようにシュートが決まっています。相手はちょっと打つ手がないんじゃないですか。前半開始です。勝ち越しゴール来るか。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って、ゴールチャンス。ここは枠を捉えきれません。マイナスのボール入ったかと思いましたが、鮮やかに止めました。カウンターの場面でしたが、守備が戻りま、チャンスだ。シーネー、キーパーと1対1の場面でしたが、これは大きなシュートミス。特に強く蹴る必要はない場面でしたね。これは狙います。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。アヤックスサイドのスペースが広く空いています。いいボールが出ました。決まった、アヤックスのゴールです。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。ブリント、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲームルーズボールになっています。気は抜けない展開です。このパスはカットされました。ここで勢いが止まってしまいました。 PK だ、 PK ゲット。アヤックスにビッグチャンスが訪れました。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。このタックルには監督も怒っているようです。見事に PK を入れています。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。この角度からも見ましょう。
方的な試合となってしまいました。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。デヨング、アヤックスサイドのスペースが広く空いています。タディッチ止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。これは反応したキーパーを褒めた方がいいですね。うまいパス。このシュートは惜しい。リードを広げられません。形でゴール前まで持ってきました。クロスを狙ってきますか。ここはカットされました。攻撃失敗です。これは見事なインターセプト。これはカウンターのチャンスです。まだまだチャンスはあります。見事なテクニックで突破してきました。前方に運びました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ダビド・ネレス、ドゥシャン・タディッチ、得意の形に持ち込みつつあります。アヤックス、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。オスマン、ここでシュート。難しいシュートでしたが枠を外れます。選手交代があるようです。この選手の活躍が目立っていましたがここで交代です。ドニー・ファンデベーク、ボールをサイドへ展開します。ここはインターセプト。しっかり予測していました。アンドレ・オナナ、ドゥシャン・タディッチ、ダビド・ネレス、デヨンク、いいカットです。ボールを奪いました。うまく読んだインターセプト。さあカウンターで一気に行きたい。うまくカウンターを仕掛けましたが止められてしまいました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ドニー・ファンデベーク、ダビド・ネレス、レヨンク、タディッチ、走り込んだ味方にスルーパス。中にスペースがあります。いいところに出た。きた、ゴール決まった。最後は1対1ですがそれまでの組み立てが素晴らしいですね。またしてもゴールです。
これで大きく勝利を引き寄せました。今日は素晴らしいパフォーマンスですね。全てにおいて相手チームを上回っています。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。サポーターは勝利を確信しているかもしれません。期待に応える展開です。ここはよくスペースが見えていました。素晴らしいボールだ。ドニー・ファンデベーク。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを大きく押し出します。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ホイッスルが鳴り試合終了。アヤックス勝利です。試合も終わりを迎えましたが、内容も結果も大きな差がついた一戦となりました。勝っている側は手を緩めても良さそうでしたが、容赦なしでしたね。リーグ最少失点のアウェーチーム、このゲームに勝利しました。守備に注目していた試合ですが、今日はそれ以上に攻撃が光っていましたね。勝ち越しゴール来るか。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って、マイナスのボール入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。アヤックスサイドのスペースが広く空いています。いいボールが出ました。決まった。アヤックスのゴールです。PK だ。 PK ゲット。アヤックスにビッグチャンスが訪れました。今のファールに、見事に PK を入れています。走り込んだ味方にスルーパス。中にスペースがあります。いいところに出た。来た。ゴール決まった。